古屋経済大学4年ミッドフィルダーの川島春樹です。今日の最終節では前半から点を取ることができて自分たちの良さも出すことができました。インカレ本戦でも勝てるように練習頑張りたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。